にちは、柴田です。今回はグレコ EG95 のレビューです。なんとこちらのレスポールタイプ純国産になっております。グレコの EG95 95なんで、まあ定価は9万5000円なんだろうなというところでございますが、今千葉管楽器ではこちらのめちゃめちゃ綺麗な中古が5万9800円で売っております。純国産が6万切る価格、しかもほぼ新品同様と、これは破格ですね。今国産めちゃめちゃ上がってますからね。ということはですよ、これも10年20年経つと上がるということなんでしょうか。どうなんでしょうね。でこれはですね、旭木工さんというところで製造されておりまして、作りは確かですよ。しかもですね、軽い 3.6 キロになっております。でマホガニーバッグにマホガニーのネック、そしてローズウッドの芝にメイプルのトップと、仕様はもう普通にレスポールと同等な感じでございます。ヘッドがねちょっと小さいかな、ちょっと細めな感じですかね。ちょっと木目見てもらいましょうかね。めっちゃ綺麗ですよね。トラもいい感じです。そして裏、これ木がねしっかりと見える感じの薄い塗装で、ピックアップはクラシックスクリーミンという、まあ、グレコのオリジナルですかね、まあ、鳴らした感じはね非常にバランスがいいレスポールらしいというか、ちょっとね枯れ感もね感じれるようなピックアップでした。で通常のレスポールと違うのはロッドの調整がねここじゃなくてここでございます。ここでクイックイッとやる感じですね。でボディなんですけれども、まあ軽いんでね、どっかはね抜かれてんじゃないかなというふうな感じでございます。ではでは早速鳴らしましょう。ではリアからいきます。ネックがね結構ね薄めな感じ、握り心地はね非常にいいんですよ。なんかね塗装はねやっぱりね独特なんですよね。薄い、個人的にはねすごい好きなフィット感ですね。じゃちょっとねドライブをかけましょう。でリアからいきます。レスポールというとマーシーの、ね、イメージが、ね、僕にはあるんですよね。ではフロント、膨らみ、この辺めっちゃいいっすね。でちょっとディストーション、
ました、まあ、クリーンからね歪みまで幅広く、音もしっかりとレスポールらしいで、国産で作りもしっかりしていると、お値段もお手頃というところで、まあ申し分のない一本かなと。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。おはようございます。